どうもテレです。さあ戦国無双猛将伝をやっていきましょうか。今回はね最下孫一の将京楽抵抗戦です。やっていきましょう。孫一は越前に攻め寄せた織田軍を叩き、これを敗退させた。だが絶え間なく続く織田軍の攻勢によって、もはや信長に抵抗できるのは一騎衆のみとなっていた。俺はいつだって思うようにやってきた。嫌になったらやめるさ。第4話京楽抵抗戦。この一発で行きな。さあ今回は京楽抵抗戦ですね。おっ、またいるじゃないか、キメ顔ハゲ親父。ハゲ頭だった。どっちでもいいけどね。でね、ちょっとねこのステージね、ちょっとやった覚えあるんだけどね、マジでねこのね、なんだこいつらすぐ死ぬのよ。この3人マジやばい。あ、これじゃないな、これとこいつら弱いのよ。なんでね、コブ太鼓を装備しないといけないっすね。コブ太鼓つけて攻撃もないと厳しいんじゃないかな。よし、これでいこうか。天下は信長に帰した。この上は抵抗もせんだし、いかんながら信長に降伏する方便か。お前はよしな、ここで投げ出したら今までの意味がねえ。俺は信長に鉛玉を見舞う、それだけだ。なんだか銃も重いぜ。まずは敵さんの入り口から潰さないと。よし、まずねミッション成功させていこう。ミッション成功させて全体の士気を上げよう。てかミッション成功しないとねまずいのよ。あの信長の狙撃ミッションが発生しなくなるから、これ絶対ね成功しないとダメです。あの本願寺剣伝はなんかね抵抗じゃなくて降伏するんだよね。降伏したらダメだから。無意味なこともありはしないさ。孫一の本衣装結構かっこいいよね。ほら、まあ、攻撃つけてこれぐらいしか減らないのか。まあ減ってるか、十分減ってるか、まあ、言うてあれだもんな、ステージ4番目だからな。お見事な腕前です。で下の拠点やって、でね光秀は倒しとかんとダメだね。あいつがねこう接触するとまずいな、本願寺剣伝と。ナイスガードだね。おい、あるじゃんお前。当たりませんね。あれ、ちょ、当たんでっつ。 OK で光秀倒そうか。もうその間にもね、あのね、下妻か、ちょ、ごめん、名前わかんねえ。下妻っていうのかな、三方向にいる味方ですね。やばいんで。腕前見せていただきましょう。倒して耐えてくれるかな。いや、もうマジふざけんな、負けるか。50人撃破もしたい。マジ士気上げていかんとね、マジ死ぬから。うん、こいつらマジ弱いから。ほら、下妻頑張れ。
しよう。そこが打ち取ったぜ。今何人倒した？身はおしまい。この心差しを。何人倒したんだ今？遅れは取らぬぞ。続け。35人か。早く拠点制圧して士気を上げよう。そっちじゃないんだよね。いや、マジオートロックやばい。オートロック足引っ張りすぎ。ほら、上がんね。よし、で、成功して士気上げたんで。で、逆サイ行って家計を止めに行きましょう。火をかけようってのか。相変わらずだな。もう耐えてくれるか分かんないけど。今日の街を燃やそうというのか。我らのために今日を灰にしてしまってよいのか。え、開いてるよな。いや、開いてねえ。開いてねえよ、マジか。間に合うか、これ。これあれだな、逆方面から行けばよかったな。うわー、これ厳しいな。間に合うかな。うわ、開いてねー。やべー、そっちから行くやつか。はめられた。完全にやられた。うわー、完全にやられましたね。失敗ですね。間に合わないんじゃないかな。マジ？それはずるいね。開いてねえんだ。間に合わんくね。いや、まだ余力あるね。まあ、間に合わんわ。終わったわ。これダメですね。失敗ですね。完全にやられたね、今。うぜえ。ワンチャン間に合う。ワンチャン間に合ったか。間に合ったか。あ、間に合ったかも。うわー、よかった。絶対無理だと思った今。やはり幸福の。あ、幸福はするのか。なし、わしが死ねば全ては失われる。出してしまうのか。どうしてもするのか。したら無理じゃん。強制的にこれ降伏するのか。したら生還できねえじゃん。いや、多分無理だな。無理だわ。一回クリアしましょう。うわ、これ無理なやつなんだな。行くよ。しゃあねえな。多分これ発生しないと先に進まねえんだもんな。これあれじゃね、ミッション発生すんのか。あ、援軍来た。最下衆は常にあなたの味方ですぞ。頼もしい。俺の戦はあいつらのためじゃな。俺を信じてくれる者と俺自身のためのはずだ。それとか弱き女性のためでもあるな。
俺の狙いは信長。これだね。それだけだ。権力が信長に会う前にやるしかないな。どっから狙えるんだ。あの上か。奴に気づかれずに近づくためにはあの屋根しかない。反対側から行けるな。まあ俺のこの味方の士気高いから多分大丈夫だと思うんだが、高いね、士気は高いっすね。なるほどな、裏切ってしまうから無理なのか。強制はもう無理なんでしょうがないんですよね。あの三国無双みたいにね、阻止とかできないんだよね。どうしようもないんだよね。どこ狙ってんの。あ、いけねえのか。よし、あんたと俺の決着はまだついてないぜ、信長。孫一、賢女のあの姿は おらぬか。それでもまだ信長に逆らうか。賢女も本願寺もない。これは俺の戦だろう。ならばウヌが道。倒すかこいつ。切り開いて。とりあえず敵軍団長を倒していこう。軍団長ってか全部将だね。配下がいるのが濃姫とまん丸でしょだね。オッケーオッケー。濃姫乱丸だけが配下いるのか。敵将撃ち取ったぜ。痛いって。あれらも遅れは取らぬぞ。まあ、多すぎだろ。お前マジ裏切ってるもんな、こいつら。よいしょ。そうか、裏切ってしまうから生還したところで意味がねえのか。偵察した時にねやられたからさ。だから小舞台子とか白虎じゃねえの、なんだっけこの名前、攻撃力アップつけたんですけど、結局な、裏切るなら意味ねえな。つけんくてもよかった。で、ここ空いてねえんだな。お、本願寺賢女とかも突っ込んでるからな。いやでも突っ込むっていうか、あの降伏しに行ってるんだな。あいつもどうせあれだろう、死ぬだろう。頼れるのは最下衆だけか。なんかイベント発生するのかな。どこ行った？上か。来た。覚悟はできてる。全体の士気下がったね。完全にあの決め顔ハゲ頭先般したね。離脱したもん。まあ、もう無理だわな。しゃあねえわな、これ。どうしようもできねえもんな。
しょうがないよ、本当に。強制だもん、これ。お見事なお出前で。マゴイチのステージは結構あれだね、強制が激しいね、これ。痛い。濃姫のこの衣装めっちゃ好きなんだけど。よいしょ。伊勢長島もな、強制でやられてたからな。それだったらあれか、キメ顔ハゲ頭をな、今後のシリーズに生かしてもあれか、大した人気も出ねえのか。俺は個人的に好きだったんだけどな、あのキメ顔ハゲ頭。よし、またお相手願えるかしら。我らも遅れは取らぬぞ。もう最下衆のね、士気は高いから全然大丈夫だね。残念だ。これ誰だ。君か、裏切り者か。これあれだな、最下衆倒してたな。撃ち取ったぜ。めちゃめちゃ士気高いでしょ。高いよね、まあ、高いけど3人しかいねえんだよな、もう。この辺に近くにいるのか。遅れは取らぬぞ、続け。なんだよ、俺めちゃめちゃ頑張ってさ、最初ミッション従わずにさ、3方向の味方スコード頑張ってたんだけどね。まあしょうがねえよ、幸福はもう絶対になってしまうんだな。幸福イベントは絶対になってしまうから、もう絶対あれなんだな、裏切ってしまうんだな。あのミッション1失敗してもね、幸福ミッション出るんですよ。もうどうしようもないんだよね。やったわ、あの完全に戦犯したね、キメ顔ハゲ頭。よいしょ。撃ち取ったぜ。痛いね。で、ここから乱丸の配下と織田の配下を倒していこう。まあ一応ね、これであの銃撃狙撃か狙撃は全部成功してるんで、ステージ5はねちゃんと、出るようになります。ステージ2からステージ4までのその狙撃ミッションをちゃんと全部成功させないとステージ5が出ないですよ。痛い。食らうな、危ない、よく食らわなかった。何丸か。死にたくなければ逃げてください。え、なんだ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 、ちょっとバグったね今。今のランマルの配下か、違うね、上にいるね。探そう探そう、上にいますね。あれ、いるだろう。いないね。あ、いたわ、いたわ、近くにいたわ。
やっぱね攻撃負荷ついてるのが強いね。まあ次のステージはアイテムなしでいこうかな。絶対ヤバそうだけどね。敵将撃ち取ったぜ。あ、まあアイテムなしといってもあれか、あのなんだっけ、次あれなんですよね、場内戦なんですよ。あのアイテムだけ欲しいですね。あの場内マップが全部わかるやつ、あれは装備しようかな。役目も果たせないとは。で信長の配下一人倒してるからもう二人いるんじゃないかな。信忠がいるね。よいしょ。よし、さあ次次。うわ、厄介なとこにいますね。その上にいんの。うわー、さっき倒したからよかったな。いけるか、こっからいけんの。二段ジャンプじゃないと無理だわな。無理だわ、いけないだろうな。いけそう。どうやっていこうかな。いや、いけそうなんだよな。無理かな。いけそうなんだよな。いけた。よかったよかった、いけたいけた。よし、あとは信長だけですね。お見事な腕前で。お見事な腕前でございますな。生還が難しかったよりね、ミッション達成する方が難しかったかな、埼玉五一は。特に山崎の戦いのミッション成功は難しかったっすね。といってもな、やっぱね、味方のね強制裏切りとか強制死亡とかはもうどうしようもないね。抗うの。よいしょ。なに、攻撃が遅かった。スバスリエン発生しねえな。撃ち取ったぜ。くだらんの。本願寺の戦は終わったな。だが俺の戦はまだ終わりじゃない。俺ほど負けが似合わない男もいないんでな。よし、これでね強楽抵抗戦の、ま、全員生還とは言えないね、言えないんだけど、まあまあまあ生還できるやつはしましたね。この4人か、4人裏切るのか。
やってるね完全に。でもねこれもうどうしようもないんだよね。降伏させないとね続きの展開に進まないんですよ。続きがいけないから、どうしてもねこれ裏切らさせないとダメなんだろうな。まあ最下衆は生還してるからね。で今回は NG シーンありませんのでこのまま終了させていただきます。で次回がラストか、ラスト安土城だったかな。ちょ、たま間違えた。これ欲しいね、これめっちゃ欲しい、これは必要だわ。今忘れて思い出したわ。よし、それではね、あ、次回あれか、安土城潜入か。それではね、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。